様子です。おお。やってまいりました。何何？今日はなんかまた変なの。これはね、怒られるやつ。奥さんから怒られるやつ買っちゃった。またそんなん変なの買ってってやつ。おお。なんかええやんってやつ。紙。じゃじゃーん。じゃこれとりあえず置いといて。何？出発。1秒で座れる。何それ。椅子になるリュックでございます。リュックが椅子になるの。そうや。椅子になるリュック。そうだ。ちょっとお父さんよく分かってないんですけど。とりあえず開けてみよう。椅子使うんそんな。もうこれ絶対使えるで。ゆうちゃん。ほら妊婦さんあの行列で座れなかったら困るやろ。ああまあまあそっか。愛だよ愛。愛のリュックだそれ。普通のリュックやね。かっこいい。どうやって座るの？どうやって座るの？リュックとして普通やんな。うん、ちょっとでかい感じ。これじゃない？下だ。じゃ何でもええやん。重い。じゃあじゃあじゃあで。え、なんかそこのタグのとこに書いてんじゃないの？あ、そういうことか。書いてる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 。簡単3ステップで椅子になる。最短1秒。マジで。ちょっと待って、やってみよう。飛び出してきますってよ。飛び出。弱いよ。飛び出してくんの？一回背負ってみてよ普通にそれリュックとして。リュックにしちゃう。うん。リュックとしての機能ももう全然あれよ普通にちょっと重たい、そうでもないランドセルよりは全然軽いんじゃない。結構入る結構入る。あの手でね持つよりねこっちの方がね軽い、うん、まあそうだよね。ほらあポケット耐久性とかちょっと今は分かんないけどね結構収納も割とありますね。ドリンクホルダーもちゃんとありますね。あ、そうなんや。こういうのもあるよ、ね、で、大注目ポイントはどこなん？どこに椅子なってんのこれ。ここか。シュパって出てくるか危ないんじゃない？こうしてこうしてあ、これで終わりだ。こうだ。え、それなんなん？そうペラペラなってんのどうすんの？でもこうあ、そうすんの。まあ、ちょっと詳しくは分からんけど、まあ、こう大丈夫大丈夫もう全然大丈夫。すごいすごい。え、何キロまでいけんのこれ。80…え俺ヤバいやん80キロまで。あ、でも子供とかそう。え、ちょっとケント座ってみてよ。ええやん。ええやん。ええな。ほんでこれあれやわ、こういう時に使えるわ。じゃあ今日ラーメン食べるで。めっちゃ並んでるやん。待って、どうしよう。並ぶか。いらっしゃいませ。何名様ですか？1人です。こちらへどうぞ。まだかかるやん。しゃあないな。こうなったら、わしのスーパーリス。出すで。めっちゃ楽やわ。あとさ、ママ思ったけど、こういうシーンも多分使えると思う。こちらはカリプの体力150分勝ちでございます。あ、お客様いらっしゃいませ。あ、ただいま、すいません、150分勝ちなんですよ。150分、やばい。申し訳ないです。はい、こちら最後尾でなんですので、こちらを並びください。どうする？待つ？乗りたいもんな。待つか。待つとなればこれかっしょ。シュパッと1秒。けどこれ座れ。はい。ということでこのシュパッと1秒リュックサックめちゃくちゃいい。うん、直し方は出すやん。出るやん。ここ結構ピュッて出るわけ。だからここら辺変わったら危ないんだけど。で、これをここをピュッと引けば。あ、そうなんや。え、めっちゃすごい。めっちゃいい、めっちゃいい。でもね、全然重たくない。これいいけど、これでいくらなん。これえ、じゃあいくらか当てへん。いくらやったら許せるかみたいな。5000円ぐらいじゃん。6000円、7000円。1万ぐらいするもんな普通。いいやつやったら。そいいやつに椅子ついてるって思う。そえ、じゃあ1万3000円。え、じゃあ
実際は確か8000円ぐらいかな。あ、そうなん？7キュッパとかだったっけ。あ、そうなんや。でもええな、これ子供が座りたいとかって。いいよいいよ、めっちゃいいな本当に。奥さんにしっかりプレゼンしましょう